YouTube をご覧の皆さん、どうもプリットカーソーです。なんかこいつ最近あのマリオカート上手くなったらしいので、あのサシでやっていきます。それはい、やっていきます。はい、いきます。はい、いきます。はい、え、なにちょっと待って、ごめん。え、どうした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 、痛い。どうした、え、なに、もしもね、え、どうしたの、え、お腹痛い。え、ちょっと待って、ごめんね。あ、うん、もしもね、痛い。で、薬ある？お腹？お腹痛い。ちょっと今ない。買ってごめん。マジでごめんね。あ、いい、全然。買ってきてもらってもいい？ちょっと大丈夫大丈夫。ごめんね、マジで。カメラどうする、カメラ。あ、止める。俺止めとくわ。あ、分かった。じゃあマジごめんね。うん。すぐ行ってくる。ちょっと待って。うん。マジごめんね。トレビアン、ごめんごめん、お待たせ。あ、でもちょっと良くなってきたわ。え、酔ってくなってきた。ちょっと良くなってきた。あ、本当？よかった。ありがとう、ごめんね、うん、買ってきたか。マジでありがとう。一応これ、あの、あげるね、じゃん。え、マジでありがとう、うん、大丈夫？いや、ちょっと良くなってきたわ。本当？どうする？やめとく。いや、大丈夫、できる。あ、できる？できる。あ、本当？うん、ちょっと良くなってきたわ。無理しないで、ね、落ち着いてちょっと休んでたら横になって、さっき。うわ、よかった、うん、よかったよかった、マジでありがとうね。いやいや、全然。じゃあちょっと切り替えろ、うん、OK。 はいはい、ということでやっていきますよと。はい、ということでやっていきますよと。はいはいはい、一回ポーズが挟まっちゃったので、まあでもそれでも僕はこのマリオカートをあの、いいですね、あの、僕のこれ、はい、あの、負けたら、はい、あの、一生ベビーピーチのコスプレでいいよ。一生ベビーピーチのコスプレでいいよ。ちょっと待って。え、お前、何、どうしてそんなに切っちゃってんの？え、お前雑魚だもん。え、何を言ってんですか？あの、俺勝っちゃいますけど。お前雑魚で。え、絶対勝っちゃうよ。絶対勝っちゃう。あ、そこからお前あれね。はい、あれね。はい、今あれね。はい、何ですか？はいはいはい、ずーっと永遠に、はいはい、ワリオのコスプレね。はいはい、あ、そっか。お前もともとワリオみたいな顔面してるから、はい、あの、コスプレする意味ねえわ。あ、オッケー。はい、はいはいはい、やっていきます。お腹痛い。いや無理よそれ。はい、ということで、はい、ということで、一生ベビーピーチのコスプレでいいよ。一生ベビーピーチのコスプレでいいよ。第2レース、メープルツリーハウスでやってみたいと思います。はい、ということで、スイートマイコーゴー、はい、やっていきます。ですね、メープルツリーハウス、結構ね、あの、ブリカのチャンネルでも、走らせていただいてる、そういうコースになっております。こちら、あの、Wii のね、
マリオカートのあのステージですね。はい。まあ、まあもう慣れたもんですよ。はい。もうここまでね、結構いろいろやってきて、いろんなコースをやってきてね、だんだんとね、新しいコースも増えて、マリオカートの魅力がどんどん出てるっていうことですよね。な。はい。そう思ってると思いながら、気持ちよく走っていきたいと思ってます。はい。ということでね、こういうね、いい感じのカーブもしっかりとやっていき、まぁ、ちょっとミスっちゃいましたけど、そういうところも、マリオカートはね、誰しもが楽しくできるそういうゲームとなっております。な。な。そうだよな。楽しい。楽しいもんな。普通に。な。喋れよ！お前さ、俺だけね、喋ってんの。お前喋れよ、お前。お前、あれか、あれか、おしゃべりしてっから、お前がピーチのコスプレをしますって言っちゃったばかりに、宣言をしちゃったばかりに、このおしゃべりのせいで、今喋れない状況ってことね。はいはいはい。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。はいはい。楽しいよ。楽しいです。マリオカートっていうのはね、このメイプルツリーハウスにはね、はるちゃんがね、モチーフとなっている、そういったコースになっているんですよ。だから、トゲトゲコーラ！トゲゾー。はい。トゲゾー来ましたよ、と。はいはい。でもトゲゾーのね、ガーッ！シッ！あの調子乗るの？ガスを戻れ。なあ！戻れ。キラヒダ誰じゃこれ！ほんまにゃ！いやあ！キラ先輩！お前あの調子おんねんマジで。なあ。喋れねえだろね！お前花ちゃん使って花ちゃんのコース使うなよお前ドヤ顔で。なあ、お前花ちゃんじゃねえよお前、花ちゃんだよお前、こっちのな。がつくな本当にな、がつくんだよまずよ。なん、マジで決まんやな。お前1位、うん、いいんじゃねえ、答えんの俺に質問喋んの。まあ俺ベビーパークだからね、これベビーピーチだから、もう得意分野だからこのステージ、普通に考えて見て、もう6位まで来てるよ。7位、間違えた。はい、ほらほら見て、追い上げてきてるよ。もう見て、俺のマイホームだから、もうアイテムがどこにあるか把握できる。むしろアイテムが俺に吸い寄せてくる。バナナ仕掛けだ。どうしようこれ。これ青のトゲトゲコーラ今投げました。ありがとう。お前今1位になった。もうやめ、このゲームで戦い、決着がつけてる俺らが良くない。ゲームなんかで決着がつかねえから、ゲームなんかで決着つかねえかって、拳じゃねえ。真面目にやるわ、うん。
ごめんな、今まで。これ終わったら帰るから。俺次予定あるし。え？帰るよ。え？これ終わったら帰る。いいよ。俺に勝ったらね。俺に勝ったら帰っていい。負けたらダメ。帰ったらダメ。ダメって言うのも、まあ、いいんだけど、どこへでも行け、どこへでも行け。俺に勝ったの、負けてるよ今。賢者だ、賢者だ。お前さ、お前負けたらお前一生帰れないからね、言っとくから。残念ながら。てかさ、罰ゲームなしって言ったよね、罰ゲームなしって言ったよね、話したよね俺らガストで、マヨコンピザ頬張りながら。罰ゲームは金輪際なしにしようっていう話だったじゃん。なんでベビーピーチやってんだこれな、あふざけんなよ。それお前がやったんだ。一生ベビーピーチにコスプレでいいよ。一生ベビーピーチにコスプレでいいよ。はい、あ、とかお化け屋敷どうだった、あ、どうだったじゃねえ、怖かったカス、気持ち悪い、気合いって言ってんのねえ、気合い、ツンデレとかじゃないから、嫌いも嫌いも好きのうちのやつじゃなくて気合いなの、ほんまに。カニカッなあ、それはね、お前あの嫌いって分かってて、お前バナナ嫌いって分かってて、お前あのどうだった、楽しかった、お前嫌いって一番上なんですか、お前気持ち悪いな。じゃあお前何だ、お前苦手なものあるか、お前な、苦手なものな、あるねえ、ねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、はえ、ジュニー、ずっとだよ、ベビーピーチ。じゃあ、帰るわ。じゃあね。じゃあ、滑る。滑る。はい。来て、こっち。はい。来て。はい。早く。来て、もう。はい。持ってこの、はい、はい、持って、はい、はい、はい、これ分かる？これ、あ、まあ一応は、一応はマリオカートね、これ、はいはいはい、俺に負けたらベビーピーチね、よっしゃ、1位、よし、よっしゃー。